こちらも多分出動しますので、5月3日、4日の長洲町の祭り、長洲町の祭り、ぜひおいでください。それとですね、今ですね、長洲町の金魚と鯉の里広場では、おひな様と金魚、こちらの展示をさせていただいてます。おひな様と金魚展は、ポケットモンスターのピカチュウなど、たくさんのデザインされている石田敦子さんのプロデュースで行っておりまして、今月の21日までやっております。こういった、はい、どうぞこういった可愛いグッズもたくさん用意してますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっともうちょっと真ん中の方に、ちょっと遠慮気味ですもんね、はい、遠慮気味ですね。ちなみに最初に踊りながら出てきていただいたこの踊りは何だったんですか？こちらは、長洲町の夏祭りの方で町民総踊り、盆踊りをする時の音楽でございます。ああ、総踊り、盆踊りというイベントもやられてるんですか？あります。今あの盆踊りって世界中で人気なんですよね、日本の盆踊りって。そうですね、すごい注目されてるんですって、はい、そうなんですか？うん、あ、そうなんですよ。ついてきてなかったです。だからこれをぜひね覚えて、今年の夏祭りはね、はい、フレキンちゃんと一緒にね踊ったりしたいですよね。ですね。ねー、いいですね。フレキンちゃんはあの金魚と鯉の里広場に大体いらっしゃるんですか？大体いらっしゃらないです。大体いらっしゃらない。大体いらっしゃらないです。大体長洲町の中でお祭りがあるときに、そうですね。あとはこういったイベントとか開いてもらったときに出動させていただきますので。はいはい、なるほどですね。はい、やる気満々です。昔はですね、でも担いで金魚のあの。持ってましたよね。あれなんて言うんでしたっけ？フレウリシの持っている担ぎ棒でしたかね。担ぎ棒を、あの棒の前後に桶みたいなのがね、そうですそうです、金魚が入ってるんですよね。フレウリちゃんも持ってましたよね。この辺にですね、この辺にこういう棒があって、でここに、なんだ、金魚が入ってる桶、はい、鉢が入ってそういうものがあったんですが、若干こうなんでしょうね、まあ老朽化あ、そうなんですね。と、はい、ね、いうことでちょっと今修理をしているところですけど。あ、そうなんです。フレキンちゃんでもこうお目目が大きくてとってもキュートで、ね、長洲町のぜひ魅力なんかも一緒に教えていただけますか？はい、はい、長洲町は先ほど申し上げた通り、金魚養殖の有数の町でございます。はい、あとはですね、長洲町、ここから1時間ぐらい北に登っていただくとあるんですけれども、長洲町に近づいたぐらいから遠くから赤と白の大きなものが見えてくるんですけど、造船所、造船所のクレーンなんですけど、これを見ると長洲町が近づいてきたなと思う私です。なるほどですね。やっぱこう象徴的ですもんね。遠くからも見えますもんね。そうです。ぜひ1時間ぐらいなんですぐ来てもらえれば、もかばっと来てもらえるですね。はい、はい、でもう今ですね、説明いただいたんですけども、なぜ長洲町が金魚の養殖に適しているかとかあるんですか？そうですね、長洲町は、まあ、まず、水が良かったというのと、はい、あとは金魚養殖に必要な餌、はい、こちらの養殖が、に成功したというところから金魚の養殖が始まっております。そうなんですね、はい、もう水がいいというのと金魚の餌、食べ物そうですが豊富にできたと。あとは金魚に思いをかける人が多かったというところが要因かなと思います。なるほどですね。はいはいはい、質問です。はい、長洲町の方ってみんなやっぱ金魚すくいは得意なんですか？もちろんです。ちなみにお兄さんは最高記録、先週ですね、大村港が34匹ぐらいすくわれたんですかね。で、私は残念ながら15匹でした。それでもすごいですよね。すごいですよね。コマさんどうですか？私、ああいう細かい作業がどうも苦手でですね、一発目で割れますあ、そういう方、はい、ぴったりです。金魚と鯉の館ではですね、はい、ちょっと時期にもよるんですけれども、はい、鯉4つ100円で金魚すくい体験できます。どんどん練習してください。お得です。なんかこう言葉で説明できるコツみたいなやつあるんですか？そうですね、まず小林さんが言われたように、はい、面を 水圧に、ね、をかけないように、はい、はい、かけないように、その時は水平または斜めに上げたり下げたりですね。なるほど、斜めに上げる、水を切りながら上げるっていう感じです。なんかお手つきが慣れてますもんね、ちょっとね。先週大村港がこうやってされてたんですよ。確かにあのね、先週はねブースが出て武将隊もね挑戦されてましたもんね。な
いやすごいすごいすごい。このポイ、ごめんなさい、金魚すくい、はい、僕得意になりたいんですね、はい、このポイの丸いじゃないですか、はい、どこら辺に金魚を狙ってあげたらいいとかあるんですか。そうですね、まずその前に金魚のポイには表裏がありまして、はい、表裏があるんですね。そうです、知らなかった。紙が貼ってある平らな方が図がよく切れます。はい、はい、そしてそれを上に向けて金魚の尻尾を外に出しつつ、よく動くところを外に出しつつ作ると髪が破れにくいと。こう抵抗をいかに少なくするかみたいな。なるほどですね。大村ともおっしゃってました。へえ、ちょっと挑戦してみたくなっちゃいますね。なるほどですね。あの金魚と鯉の里広場は、はい、あの展示もね、金魚の展示もたくさんありますし、珍しい金魚もねたくさんいるんですよね。で広々とした公園で、私しょっちゅう行ってるんですけど、あ、そうなんですね、はい、遊具もたくさんあって、はいはい、家族のピクニックにはもってこいなので、なるほど、はい、ぜひぜひ皆さん足を運びいただければと思います、はい、それでは、はい、ペンキンちゃんありがとうございました。ありがとうございました。また後で登場していただきますね。はい、また後でお願いします。はい、ありがとうございます。フリキンちゃん、いい、言い残したことない？大丈夫？あ、大丈夫ありがとうございます、はい、ありがとうございます。しっかり手を振ってね。ありがとうございました。いいですね、フレイキンちゃんね。長洲町はね、駅にもね、金魚のモニュメント、大きなモニュメント、見たことありますか？ありますよ、私、ね、あれもなかなかの迫力ですもんね、はい、ですよね。さあさあ、それでは続いてはですね、チラリ、あ、もう準備万端ですね、はい、南関町より南関突破